はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、船長でございます。本日も GT6 やっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回はですね、ニューブルクリンクということで、Z4 の GT3 でやります。ちょっとね、自分の中で GT3 結構今熱いので、やっていきたいと思いますが、タイヤを、スーパーソフトにしている以外は、全てノーマルです。ニューブルクリンクのタイプ V をねちょっとやっていきたいなと思います。オプションは、TCS だけオフになってます。 GO で、あ、そう、これね、さっき1回練習したので、で、一応レースにはなってますけど、もうみんな全然僕の方がタイヤがいいので、まあ大丈夫だと思います。で、マシンはこんな感じ、こんな感じね。この3本のラインが入ってるのがいかにも BM っぽくていいですね。室内視点はこんな感じですね。よいしょ、こうですね。お、ちなみに大体室内視点のレースだとこんな感じ。おーっとっとっと、おーっとっとっとごめんなさいね。よいしょ、あー当たっちゃった、ごめんね。よいしょ。まあ GT3 の車両なんでかなりね扱いやすいマシンにはなってますけど、まあとはいえやっぱニュールはニュールですからね、難しいっちゃ難しいです。あとやっぱり24時間レースを前提に作られてるね、車、いや前提にっていうか、まあ GT、 そのニュールをね走るっていうのも考えてちゃんと作られてる多分マシンなので、ああ、ちょっと雑ですね今日、ごめんなさいね。やっぱり強く作られてるとはいえ、やっぱりショックはねやっぱり厳しいと思うので、遠赤に乗りすぎちゃうとね、毎回よくありますもんね。いつでしたっけ、 LFA か86かがニュールに出た時、去年か一昨年にやっぱりショックがいっちゃって直してましたもんね、パドック入れて。なんでやっぱりレースに出る時もなるべくね遠赤にがっつり乗ったりっていうことがないようにっていう風にしないといけないですね。その優しく乗る分には多分いいんですけど、がっつりドーンと乗っちゃうとやっぱり車へのショックがでかいので、ピョーン、ほっからはちゃんと真面目に走りますそうですね、やっぱり僕の中で BM って一番かっこいいなって思ってる節があって、一番っていうか、まあレースカーの中ではですね、市販車だったらポルシェが一番好きです。独特のあの高級感というか、なんていうの、なんて説明すればいいんだろう、高級なんだけどスポーツなところがすごい好きです。で DTM とかのマシンになってくると BM が一番好きですね。まあポルシェがいないっていうのはあるんですけど、ただポルシェのレースカーってあんまかっこよくない怒られちゃうけど、なんかやっぱレースカーになると BM が一番かっこいいっていう僕の偏見ですけどね。 DTM の中でやっぱポルシェが一番好きだな、あの白黒のポルシェが、あ、ポルシェジュニア、あの BM が一番好きですね。で、遠赤の乗り方なんですけど、舐めるとかそういうのは全然大丈夫なんですけど、例えば高速でこういう乗り方は全然いいんですけど、例えばこの次の右とかにドーンってね、こうやって、まあ、乗っちゃうと車へのショックがでかいのであまり良くないですね。まあどの箱車でもそうですけど、どの箱車、どのレース出るときも今みたいな、その横からこうタイヤのヘリを使ってこう切って止めるっていう乗り方に関してはまあそんなに悪くはないんですけど、今みたいにちょっとフロントがこうフロントを曲げるっていうか、
ね、内側にこう巻いていかせるためにあえて使う分には多分そんなに、ね、負荷はないんですけど、やっぱりショックをこうギュンと縮めるような乗り方をしてしまうと、まあ、車的にはあんまり良くないかなっていう感じですよね。よいしょ。ニュル走ったの僕久しぶりなんですよ本当に。まあ、そもそも GT6 を立ち上げたのは久しぶりなんですけどよいしょ。この辺はもう全然全開ですね。上手い人だとここでも全然多分これよりもスピードが4キロぐらい速いんですよ。ここはブレーキ踏まないと無理。ここもブラインドコーナーなんですけど、ちょっと踏んでってここで、そうですね、ちょっと余っちゃった。ここを残しながら、おっと、出口に向けて走っていく。で、ですね、ほっ、ちょっと巻いてく。これはなんでこうなっちゃうんですかね。リアが乗ってないのかな。フロントが入りすぎちゃうっていうよりもリアがなくなったっていう感覚なんですよね。ヒュッとリアが抜けてっちゃうっていう感じ。それはなんでなんでしょうか。よいしょ。あ、乗りすぎちゃった。ここら辺はね、やっぱ一瞬のミスが命取りですからね。あー、命取りこういうことですね、悪い例が。やっぱりね、喋りながらこう集中が切れながら走るとね、良くないですね。ブーン、あちょっとこれはちょっと良くないぞ。で、ここが実際もそうなんですけど、かなり飛ぶ。今この GT6 とかだと全然飛ばないですけど、実際のレースの時とかもあそこ結構飛んじゃうところなので、車によってはちょっと減速して飛ばないように走るっていう車もあります。よいしょ。GT3 規格のカテゴリーだとどうなんだろう。全然適当に走ってたらこうなっちゃったどうなんですかね、まあ、強く作られてるとはいえ、やっぱり例えばね、去年の開幕戦でしたっけ、 GT3、GTR なんかはサスペンションぶっ飛んでますからね。違う、ブレーキがぶっ飛んだんだっけ、あれは。確かそうだったかな。タイヤ付け替えれば転がって帰ってこれたって言ってましたから。あの、大変でしたね。これで終わって大丈夫なのかななんか怒られそうな気もするけど、すごいミスってるから、まあ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 いいでしょうまあね、走り込まれてる方が多いですから。よいしょ。ここですよ。一回ブレーキを踏んで奥まで行って、もう一回ブレーキを踏んで、そうあれね、行けると思って奥まで行っちゃうとすぐにポーンって切り返して飛んじゃうので、ゴー、こんな感じですね。まあミスはありましたけども、GT3 のね、車両すごい面白いよっていうご紹介にはなったんじゃないかなと思います。あとは、僕的にはマルチやりたいんですけど、ちょっとフレンドさんがね、 GT6 のフレンドさんがまだ全然仲いい方がいらっしゃらないので、ぜひね、募集してます船長、あと七色クラフターのツイッターまでリップください。よろしくお願いします。それではバイバイ。